場に着きました。今からタクシーで市内に向かいます。空港からタクシーに乗りました。空港からのタクシーは定額制で41ユーロ。ウガンとサガンで値段が違うんですけど、私たちはウガンに行くので41ユーロで行けます。6700円で。この地下鉄のライン結構治安悪いらしくて、荷物も多いし疲れてるので一応タクシーで向かってます。街中になってきました。パリに到着しました。ホテルにチェックインしてスーパーとかパン屋さんとかお買い物行ってこようと思います。結構美容のお店が多いですね。バーガーも八百屋さんとかも多いです。お花のお店めっちゃ可愛い。パン屋さんにやってきました。フィッシュマーケットがあったり屋さんがあります。屋さんですね。この辺で本当に食材が揃うエリア。パリについて初日の夜ご飯はマックになりました。このバーガーとセットでなんと16ユーロで約2300円ぐらいか。驚きの物価です。これはフランス限定でお肉はダブルバンズになっているらしいので、まあまあちょっとあの普通のチーズバーガーとか買うよりは高いみたいです。じゃじゃーん。お肉が美味しいよこれは。おはようございます。パリの1日目の朝です。今日はディズニーランドに行ってこようと思います。まずは朝ごはんにパンを買ってから向かいたいと思います。ここでパンを買ってから向かいたいと思います。パリのパンショコラはほんまに美味しいらしいんで、今がカリカリで中がムチムチで本当に美味しい。チケットを購入してメトロに来ました。朝のメトロはちょっと人がいなくてちょっと怖いです。地下鉄に乗りました。2階建てになってます。パリのディズニーランドに来ました。東京はシンデレラ城なんですけど、パリは眠れる森の溝の城みたいです。一つ目はハイパースペースマウンテンに乗ってみます。サンダーマウンテン。ディズニーで耳買いました。アラジンのパリ限定のやつです。で今からスターツアーズに乗ります。10分待ち。これがファントムミラーって言って、これもパリしかないアトラクションです。東京でいうとホーンテッドマンションみたいな感じらしいです。ビッグサンダーマウンテンが故障で乗れなくなりました。パリのディズニーは結構故障がかなりあるみたいで、本当に乗りたいアトラクションとかはできたら動いてるうちに乗った方がいいみたいです。ピレーツオブカリビアンのゾーンです。あのドクロの像すごくない？パイレーツオブカリビアン並んでます。持ち込みがすごい緩くて、ネジとかあとお水とかある程度は持ち込めそうです。あとみんなめっちゃ食べながら並んでる。ディズニーランドは実は2パークあって、もう一個ウォルトディズニースタジオっていうのがあるんですけど、実はこのディズニーランドの近くにアウトレットがあって、ちょっとね抜け出して一瞬見に行こうかなと思います。この辺が東京でいうボンボヤージュ的な、いろいろショッピングできるエリアですね。ディズニーから一駅先にあるパリのアウトレットに行こうと思います。本当は別日に行ってゆっくり買い物したかったんですけど、ちょっと市内から離れているので、せっかくなので見に行ってこようと思います。
スターバレービレッジに着きました。ソルドということでめちゃくちゃ入るのにも行列です。ここにもたくさん並びます。大きなのアウトレットに来ました。これまた並びそうです。1740円だけどミューミューもある。すごい可愛いのありますね。でお買い物しました。めちゃくちゃ安くなりました。Dのアウトレット見てみます。大きい荷物になっちゃったのでロッカーに入れます。ウォルトディズニースタジオに戻ってきました。まだまだ遊べそうです。タワーオブテラーに乗ってきたんですけど、もう怖すぎた。東京とはレベチなぐらい体が浮くぐらい上下してて、結構絶叫系は東京より激しめな気がしました。なので絶叫系好きな人はパリのディズニーランドすごくおすすめです。初めて見たパエリアと、あとポテトにヌテラがあるって、これは初めて見たかも。でアジアでお寿司もある。ディズニーでメニューが全然違う。ちょっと寒くなってきたのでパーカーを着ました。結構パリはイタリアに比べてだいぶ寒いです。で今からレミーの美味しいレストランのアトラクションに行きます。これもパリにしかなくて、で横にレストランもあるんですよ。実際これはかなり人気のレストランなので絶対予約が必要です。ちなみに私は予約を忘れました。ではでは行ってきます。かわいすぎる。予約取れなかったけどレストランはこんな感じ。すごいかわいい。でもよく見たらレミーになってる。ミニパエリア。はい、というわけで今夜の9時です。パリの昼は長いですね。めちゃくちゃ明るくて、日本だとまだまだ夕方の4時とかの感覚で明るいんですけど、たくさん遊んだので今日はこれで帰ろうと思います。パークは一応9時半までなんですけど、その後1時間ぐらいイルミネーションとか花火とか上がったりするみたいなんですけど、終わるのが11時半とかになりそうなので今日はこれくらいにして帰りたいと思います。バイバーイ。買い物をしにボンマルシェ百貨店に来ました。こんな感じでソルドがやってるんですけど、ハイブランドはやってなかった。大人気のファーマシーに来ました。ここでお土産を買いたいんですけども、爆ゴミがすごい。はい、というわけでファーマシーでお買い物が完了しました。結構お土産をたくさん買って、この UV カットのやつとか、あとはこのドローバッグとかを買いました。でフロールに来ました。すごいおしゃれなカフェ。ホットチョコレートとブリュレを頼みました。今はシャルティエに来ました。パリでも割とお手頃に食べれて美味しいフレンチみたいです。行列もはやディズニーランド並み。入れた。アボカドスリップシンプルなやつです。牛肉のペッパーステーキとビーフシチューいただきます。おはようございます。今日はパリの市内でウェディングフォトを撮ろうと思います。今タクシーで向かってます。ちょっとドレス着て、朝今7時なんですけど、写真撮っていきたいと思います。エッフェル塔の前着きました。ちょっとねまだ朝肌寒いんですけど、今からウェディングフォト撮っていきたいと思います。というわけで撮影が終わりました。パリのカフェとかあのエッフェル塔とかで撮影してもらいました。でまた後日夜のバージョンも撮ろうと思ってるので、それもめちゃくちゃ楽しみです。チョコレートを買いに来ました。
このチョコレートをゲットしました。バスケットの買い方が分かりません。はい、というわけで今はベルサイユ宮殿に来ました。すごい大きな宮殿。パリに来たら一度は来た方がいいっていうみんなが言うスポットなので来てみました。どうでしょうか。すごい豪華なお部屋。プラザに来ました。シャネルのクラシックバッグを探してシャネパト中です。ドリンク出してくれました。探してたシャネルのクラシックバッグを持ってきました。パリでずっと買いたかったので見つかってよかったです。で一応釣り対策でピークタワーに出て用意してくれました。ご飯はイタリアンです。ジュースはフランチーナ。めっちゃ揺れた。外はすごい雨だけどテラスで食べます。トマトサラダいただきます。料理が来る前に雨がすごいことになってます。テラスが水没。おはようございます。パリ4日目です。今日はちょっとお昼はゆっくり寝て今からお腹が空いたのでブーランジェリーでパンを食べます。このブーランジェリーっていうのがパリでいうパン屋さんみたいで地元の人もたくさんいますね。それでは見ていきます。大好きなパンオショコラとホットドッグを食べます。熱々で美味しそう。フランス人みんな歩きながらパン食べてるんで真似して食べてみます。美味しい。でパリと言ったらやっぱりここということで凱旋門に来ました。ド定番の観光スポットなんですけど今日も人がたくさんいますね。今日もチョコレートを買いにファクトリックロゼに来ました。美味しそうすぎる匂いが。テイスティングさせてもらいます。うん、うん、ガナッシュになってて美味しい。買いました。お土産落とすのが楽しみです。プチ遊園地を発見しました。カフェキツネに来ました。キツネもソルドでちょこちょこ安くなってます。 30%、40%、50% のチョコも美味しそう。チョコレート入れてくれてます。ペードとメゾンキツネでお買い物しました。プラザにやってきました。すごい豪華な。上もすごいです。すごくきらびやかな。ここがサロンみたいです。さあ、いつになったら行くんでしょう。眠いです。美術関係はもう眠くなるよね。では掘っていきましょう。休憩しにテラスでカフェに来ました。このカフェはラテアートが人気のお店です。美味しそう。これはホットチョコです。今日のパリは寒いのでホットチョコレートにしました。ディオールのアートミュージアムに来ました。楽しみ。基本的にソフトピンクとかグレーとかのカラーリングを大事にしているブランドらしいです。お洋服とかでも
こういうカラーがよく使われてるみたいです。クリスチャン・ディオール氏の半生がバーッと書かれた展示になってます。ここはゴーグルのコレクションがたくさんあるところなんですけど、もともとは香水に使われてたみたいなんですけど、こうやってお洋服にも取り入れたものがここに展示されているんです。夜のウェディングフォト撮影用にお花を買いに来ました。 Do you like maybe something like this? Yeah, I love this. You might be this color. Purple? This one? Yeah. ブーケを作ってもらってます。 Wow, beautiful. Thank you. ブーケを作ってもらいました。めっちゃ可愛い。ここホテルの近くのお花屋さんで通りかかってずっと気になってたんですけど、今日は作ってもらえて嬉しいです。これで40ユーロなので約6000円ぐらいで、結構ボリューミーな感じで作ってくれました。テリのお店でテイクアウトします。美味しそう。パスタもあります。今日はこの後夜のウェディングフォト撮影があるので、ちょっと時間があんまりないのでピザをテイクアウトして帰りました。もうすごいこの時点でいい匂いで食べるのが楽しみです。今回は夜の撮影のためにルーブル美術館のために来ました。夜の10時前なんですけど、まだまだ明るくて、ちょっとまだ夕方みたいな感じの明るさです。夜の撮影が終わりました。ルーブル美術館ももう真っ暗で、本当に1時間ぽっきりで撮影が終わりました。すごいプロフェッショナルなアッシュに感謝です。ウーバーがなかなか来なくて、ドレスでパリの街中で待ちぼうけ中です。うちにタクシーが捕まって、今帰宅中です。免税手続きにすごい並んでます。免税手続きが完了しました。結構並んでたんですけど、割とお買い物をしたので絶対に忘れてはいけない免税手続きでした。バゲージが 24.5 キロ、だいぶ重くなってます。セキュリティチェック、まあ、大きなドレスバッグで結構重いんですけど頑張ります。パリの免税店はハイブランドがちゃんと入ってて、すごく品揃えが良さそう。ラデュレも入ってるのがパリっぽいですね。グッチとプラダも入ってます。空港のパン屋さんで朝ごはんを買います。はい、というわけでパリの空港に着きました。イタリアからパリまで長い Vlog を見ていただきありがとうございます。というわけで今から日本に帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。